皆さんおはようございます。私がこの磯田康雄72になりましたね、66の時に外国語大学へ行きまして、69で英検1級合格、それからこの動画を作っております。私の趣味といいますか、ボランティアでやってるチャンネルですのでね、いろんな企画をやっておりますけど、全てどなたでも自由に無料で参加することができます。下の方のね、概要欄に貼り出してありますので、それ見ていただいたら結構です。メルマガ登録とね、その前にメルマガ登録と動画登録やっていただきましたら、こちらからコードを送りますのでね、自由にアクセスできるようになりますので、ということをやっております。もちろん相談も受け付けておりますのでね。ということで、今日は英語の話はこういう話なんですけども、その前にね、ちょっとね、今日5月、今日ってもう5月になってるんですけども、バラの季節ということでね、天気もいいし、ちょっとバラの撮影をしてきましたんで、ちょっとこれを見ていただけますか。ようやく玄関先のバラが咲いてきましたので、ちょっと見ていただけますか。これですよね。いつもバラ風呂を作るんですけどもね、このバラ風呂も家族に評判むちゃくちゃ悪いねんね。はい、なんで評判悪いか言いますと、虫がついてくるでしょ。ほんでもうそのままボンと掘り込んだらえらいことになるんだよね。なんか花びらだけちぎって入れるという人もいるよね。そういう風にした方がいいのかもしれないから、それも今度ちょっと試しにやってみますね。これはね、また別の場所にあるピンク色のバラですね。はい、こんなやつもあります。これは2階から見たバラなんですよね。ここは黄色のバラです。こういう風にバラもね、綺麗に咲いてきて、気分もウキウキというか、感じになってきましたですよね。といって、ちょっと寒いところもまだ残ってましたけれども、うちのバラは結構元気に咲いてきたということで、まずね、英語の方なんですけど、あれですよね、ちょっとコメントも入ってましたけれども、これ I can't と I can't どういう風にこう、聞き分ける、あるいはこう発音する、どういうふうにしたらいいんですかということで、確かにね、これ非常に分かりにくいんですよね。私もね、これ聞き取り非常に難しくって、アメリカ人の青年に、アメリカ人ね、あくまでアメリカ発音で聞いたら、そもそもね、I can't って最後まで to の発音を入れてくれる人っていないんですよね。だから I can't で止まってしまいますよね。で、その場合、それもまだ止まってくれる方はいい方で、もうそれすらしないで、I can't だけで終わっちゃう人もいるんだよ。どっちやってんだよ、なるんですけれども、それと場合はね、のやつね、のやつね、じゃないやつね、のやつね、この、っていうか、口ごもるようなあってあるでしょ。どっちかで、そこで判定してるんだと言ってましたよね。だから最後の、T の発音まで、する人もいるけど、ほとんどの人はしないよね。しなくても、その最初の A か A で判断してくださいと言われてました。ただね、これね、なかなかね、難しいんですよね。単独で出された私でもね、おそらく勝率6割か7割ぐらいしかないと思うんですよね。ただね、幸い普通に話してたらね、話の流れってのがあるから、当然 can't の方なのか、can の方なのかは、話の筋道でわかりますからね、よっぽどのことでない限りそう間違わない。もし、間違ったり、あるいは分かんなかったらね、聞けばいいだけのことなんですよね。それだけのことです。そしたら、ああ、そうですか、ということになるわけで、確かにね、それ1個だけを取り出してやられるとね、なかなか難しいですよね。ですから、意図的に、否定の時は、ケーントと言ってください。T まで入れるとね、もちろん構わないんですけれども、ネイティブは T まで、トゥーまで入れてくれないですから、そこの、で判断してくださいということですよね。で、それ、英語の発音1個と、それとあと、またね、添削とかやっておりますのでね、そこでね、気づいたことなんですけども、もうはっきり言うて、中学1年生で教えてることが守れてないというか、理解されてないというのが7割方いるんですよね。もううわーと思うんですけど、それどういうことかというと、名詞なんですよね。名詞には、英語の名詞にはね、数えられる名詞と数えられない名詞があって、数えられる名詞は必ず単数か複数に分かれるんですよと。それきっちりしなきゃ、単数か複数かもなんか分からんのがポンと出てくる。例えばドッグって出てきたら、なんじゃそれっていうことになっちゃうんですよね。必ずアッドッグかザッドッグかザッドッグスか、あるいは冠詞のつかないドッグスのそれだけしかないんですよね。
ったっていうのは、あれは辞書の中にだけ出てくるんですよね。それはこの世には存在してない。もう無理に言うと犬の肉というような意味にしかならないんですよ。無理に言いますとね。ですからそこでね、もう平気でその犬の肉、猫の肉の類をね、やってくるんですよね。もう、やめてくれよって言うね、中学1年生でやってるべきだぞって言いたくなるんですけども、平気で、どうしてもね、日本語はそんなに単数と複数を厳密に分ける言語じゃないから、そういうふうになっちゃってるんですけども、こと英語に関してはね、この数と英語っていうのは非常にもう強い結びつきがあるんですよ。ですからこの数との英語の結びつきを離れて英語ってありえないんですよね。彼らの世界観というのは必ず数で世界を見てるんで、だから数が入ってこないときは抽象形になってると、そういうことなんですよね。で、抽象形であっても数えられる場合っていうのは出てくるんですよね。それがどういう場合に出てくるかって、ご自身で調べていただいて分かるんですけれども、形容詞なんかをつくとね、一定の縛りが出てくると抽象形から具象形に変わるんですよね。またね、あるいは抽象名詞でも絶対に泡つかないやつがあるんですよね。そういうのもありますね。暇な時は一回ちょっと調べてみてください。そういうのも存在するんですよね。ちなみにね、それを言ってたら聞かれてきて、監視のついてないキャットですよね。ごめん、監視のついてないキャッツ、あるいは監視のついてないダッグズは、何を意味するんですかって言って聞いてきた人いますけどね。これはもう、この地球上に存在する全ての猫がキャッツ、全ての犬がダッグズですよね。はい、そういうふうになってますね。はい。それを、そのルールですから、そこのところをよく守って、でね、それを守ってないのがね、コマーシャルにもあったでしょう。コマーシャルじゃない、これか、これ、ノーモアガン、ノーモアガンって、それはね、英語じゃないんだよね。英語ではノーモアガンズしかないんだよ。ノーモアガンズ、それ何のことか分かんなくなっちゃうというか、意味が違うんですよね。そこが分かんなくて、そういう懈怠な英語をなんか標語にしてるとこがあってね、恥をさらしておりましたね。中学生で教えてることも、分かんないで、堂々となんかそういうキャッチフレーズ使っちゃちょっとね、恥ずかしいよね。そういうことを感じました。ついでに言っておきますけどね、こういうのもありましたよね。これどっかに、どっかのタバコ会社が宣伝に出た I smoke today なんてなね、書いておきますか。これもね、奇妙な英語ですよね。奇妙な英語で、正しい英語は何かって I'm smoking today ですよね。これは正しい英語ですよね。つまりI smoke って言ったら、私はタバコ喫煙者ですっていう意味なんですよ。いつもタバコ吸ってる人が I smoke っていうわけですよね。で、today がついたら今日だけ喫煙者、そんな英語ないよね。そんなんないよね。だから今日だけ吸うんだったら I'm smoking today ですよね。同じようにして、例えば He wears a mask って言ったら、いつもマスクをしてるっていう意味ですよね。で、He is wearing a mask って言ったら、なぜか今日だけマスクしてきよったなっていうことになるわけですよね。その差、現在形と現在進行形、いやこれもね、中学で教えてるはずなんですよね。中学で、でこれを堂々と間違ってキャッチフレーズにしてる会社ありましたからね。あれちょっとね、恥ずかしいよね。中学で教えてることも、できてないという、これが現状ですよね。ですからね、英語と日本語って根本的に考え方が違うんですよ。世界観が違うんですよ。だけどそこまで積み込んで教えてくれる学校の先生ってまずいてないでしょ。少なくともいなかったよね、私の経験では。ここぐらいね、ぐちゃぐちゃ言うのはね、はい、いうことですよね。そんなわけで、英語の方の、やっぱりね、中学校からきっちりとやり直すという、これ非常に大事ですよという話なんですけども、先ほどのバラの話ありましたよね。バラ、やりました。バラ風呂やりました。このね、バラ風呂ね、うちでやる場合ね、家族のいない時にやるしかないんですね。なぜかというと、うちの家族大嫌いなんですよ、バラ風呂が。今はね、娘もいなくなったんだけれども、もううちの嫁はんなんかもう、私がバラ風呂なんかやるのよと言おうもんならもう、ブワーって言って掃除しときなさいよと、なんだかんだって怒られるんですよね。バラにはね、虫とかゴミとかついてるでしょ。でも邪魔せよ、バーンと放り込んだら、虫が出たとかなんだかんと言って怒られるから、今回は私一人だけだったんだけれども、綺麗にバラを洗って入れました。でなおかつ後でね、掃除もいたしましたということで、安全面に配慮をしてやっておりますバラ風呂ですので、そちらの方ちょっとご覧ください。
ちょっとね、バラ取ってきました。こういう感じですかね。はい、こういう感じで撮ってきました。いわゆるバラブロね、ちょっとやってみようと思って、だけどね、うちの家族でむちゃくちゃ評判悪いんだよね。もうみんな嫌がるんだよね、バラブロ。だから私だけ一人が入れる時しか使えないという。でまあね、ちょっとだけ洗ってみますよね、あ、やっぱり虫いましたね。これがいるから嫌だって言うんだよね。これが我が家の風呂なんですけどね、ここにぶちまけましょう。はい、どうですか、見た感じいけるよね。もうもっとたくさん入れてもいいんだけども、まあまあまあこんなもんでしょ。あんまりたくさん入れるとね、こんな感じで入っています。まあそういうバラ風呂もやったりしてね、まあ季節ですからね、季節のもんだから、ねえ、それでゴミがどうのこれ、虫がどうのこれ、虫怖かったら生きていかれへんよね、この地球上に。虫を万作がおって、虫の惑星って言われてるぐらいでしょ。だってあらゆるこの動物の種の中で、いわゆる目に見えるような大きさのサイズの生物で一番種類が多い動物って何かといったら虫、昆虫なんですよね。だから地球って昆虫の惑星なんですよね。はい、そういうことですよね。その他別の見方したらね、ファンガスの惑星という言い方もできますよね。キノコですよね、キノコの惑星という見方もできるんですよね。はい、その話はまた後にしてまして、今日はまあ皆さんね、天気もいいし元気で頑張っていきましょう。